リストレットは通常の量のコーヒー豆を通常の半分の量の水で抽出するショートショットのエスプレッソである。全抽出工程の前半半分で終わるためより早く抽出される物質が成分の大半を占める。リストレットの逆はルンゴといいシングルショットのエスプレッソを抽出する際と同様の豆でダブルショット分の抽出を行う。リストレットとはイタリア語で 限定されたという意味であり、ルーン語は長いという意味である。フランス語ではカフェサレーという。通常のエスプレッソでは約14から18グラムのコーヒー豆を用いてダブルショット分の抽出を行う。これに対してリストレットは同量の豆に対して半分の液量となるように抽出するためダブルショットのエスプレッソと同様の約14から18グラムのコーヒー豆から シングルショット分が抽出されることになる。コーヒーには1000種類以上の芳香物質が含まれる。リストレットの化学組成や味は全抽出したものと比べ3つの点で違いがある。より濃い、早い角分の抽出物が最も濃く色はノーチョコレート色から琥珀色である。一杯の最後の方は色が薄く濃いパンプキンパイ色から日焼け色である。 バランスが異なる。引いたコーヒー豆に含まれる異なる。化学物質は異なる速度で熱水に溶ける。リストレットは早く抽出される物質を比較的多く含み、通常のエスプレッソの化学素性と異なるバランスとなる。合計抽出量が少ない、相対比率が異なることに加え、カフェイン等のコーヒー抽出物の総量が少なくなる。水やミルクで薄める場合には、 これが重要になる。ストレートのリストレットは、ミルクや水で薄めず、デミタスカップで飲むが、より力強く、熟成した味で、コクがあり、苦味が少ないと言われている。これらの特徴は、エスプレッソと似ているが、リストレットではよりはっきりしている。アメリカーノやロングブラックを作るために、水で薄めたり、カフェラテやカプチーノを作るために、ミルクで薄めたりすると、 さらに苦味は少なくなり、エスプレッソの特徴がより強く現れる。ありがとうございます。